はい、どうも新山です。今回はですね、麺屋花火のテイクアウト混ぜそばを、テレビに取り上げていただきました。そちらをご紹介したいと思います。ではどうぞ。続いて、行列店が待ち時間なし、新名古屋飯。連日ご覧のような行列ができる店として知られる花火。そこで生まれた大人気の名古屋飯といえば、そう、台湾まぜそば。2009年、新たな名古屋飯として一大ブームに。河合さんは食べたことありますか？あの知り合いが店オープンしたんで、そこ1回だけ行ってたんです。美味しかったですね、はい、大人気なんですよね。誕生から10年以上、今も人気の台湾まぜそばが、なんとテイクアウトできるようになったんです。ありがとうございます。店内で食事をするっていうことがかなり減ったんですよね。なのでもうそれであれば、オフィスに、会社の方に持って帰ってもらって、食べていただけたらなっていうところから始めました。見た目も味もそのままにテイクアウトを。混ぜそばのために作られた全粒粉の太麺を特製のタレにしっかりと絡めたら、うまそうね。ネギにニラ、海苔をたっぷりトッピングした上に、自家製の台湾ミンチ、そして仕上げに卵黄を乗せれば完成です。行列に並ばなくても自宅でゆっくり台湾まぜそばを。河合さん、ぜひテイクアウトも試してみてください。ありがとうございました。